ここは日本橋にございます兜町です。兜町というのは日本証券業協会がありまして、証券会社がたくさんあるところなんですね。そこに素晴らしく美味しいフレンチのお店があるということで、今日はお尋ねをいたします。フレンチで有名な朝比奈さんのお店を予約してお昼をいただきます。ランチは土日祝日しかやっていないんですね。そしてこのお店がすごく美味しいということを発見して、お電話で予約しようと思いましたら2ヶ月先ということになりまして、今日はその2ヶ月先なんです。今日私は薄首紬を着ておりまして、青い染め帯を締めております。日本証券業協会が見えてきましたね。この辺は本当にすごい建物ばかりで閑散としているというか、皆さんはビルの中に入っていらっしゃいますので、なかなか人がたくさんいるような場所ではないんですが、こうすごいエネルギーを感じる場所であります。証券業協会の前を右にずっと行きまして、この途中の右側にあるはずです。本当にすごい建物ですよ。建物の重厚さが違いますね。日本の証券の要になっています。ありました、ここです。朝比奈です。朝比奈と書いています。まず最初はアミューズブーシュでございます、はい、お突き出しとお考えいただきたいんですが、フィンガーフードで冷たいもの3点盛り合わせにしてご用意いたします。その後は前菜が2皿と魚肉デザートといった流れでございますが、最初はアワビとセップだけを使っています。はい、セップだけというのはフランス人がとても好きなキノコと言われますが、イタリアでは名前が変わってポルチニだけ、うん、はい、こちらをマリネしてソテーして、蒸してスライスしたアワビと組み合わせてます。はい、アワビの肝のソースや、トリュフのペーストも組み合わせてのご用意です。はい、2皿目はラプロ。ラプロというのはフランスの飼育された子ウサギになっています。これですね、2皿目。いい、こっちですね。こっち、あ、こっち、あ、お突き出しですので、はい、2皿、2皿です。はい、はい、分かりました。ウサギの肉なんですが、大変淡白な鶏肉のような味わいでございまして、こちらをミンチにして、野菜と一緒にこのラプロの背肉で巻いて、これを、火を入れて冷やしてスライスします。ですので、はい、小さなソーセージみたいな見た目になるんですが、こちらにスナップエンドウや秋トリュフを組み合わせてございます。はい、魚は甘鯛です。はい、鱗が美味しいのであえて残してカリカリにしまして、身はふわっと火を入れてください。ナンチュアという甲殻類をベースにしたソースでお楽しみいただけます。はい、今日のメインディッシュはフランスのブレスというエリアの、キャネット。キャネットというのは生後10週以内のメスのハモです。小鴨でございます。これですね、ステーキ。そうです。はい、デカモの胸肉のステーキと、さらにはもも肉のコンフィと、カモの自家製生ハム、これらを盛り合わせにしてお出しいたします。はい、これがデザートですが、はい、1品目シャインマスカットとライムを使ってお口直しになりました。メインのデザートは佐賀県の黒いちじくを赤ワインやスパイスと一緒に甘く煮ました。さらにはスペキュロスというシナモンベースのアイスを組み合わせてご用意いたします。美味しそう。ありがとうございます。まあ、いろいろ出てまいりますので、またご覧いただいて補足を差し上げますが、はい、お苦手な食材やアレルギーがもしございましたら、あ、ございません。ございません。はい。はい、はい、ありがとうございます。こういう感じです。3点盛りとお話しいたしましたが、はい、お一人様に来ていらっしゃってくださったんですので、シェフから1点プラスで4点に。あ、そうなんですか、ありがとうございます。よろしくお伝えください。はい、お伝えします、はい、おすすめの召し上がりいただきたい順番がございまして、まあ、素晴らしい。よろしければ、はい、カニからお楽しみ。これカニですか。カニです。毛ガニをボイルして、はい、身をほぐしてまた殻に戻しまして、クレソンのソースとキャビアを点々点々と仕上げてますので、これ手で持っていただいて右手の小さなフォークでお楽しみ。はい、わかりました、はい、次はピンク色の丸い部分の上の部分、はい、ビーツを使ったメレンゲにプレスキャビア、キャビアを圧縮させたものを載せてください。
で、さらにはこちら、チーズのサーベルの上にアンチョビのビーンズが、はい、こちらがサーベルに書いてない料理ですが、フォアグラのムースにポートワインのゼリーをコーティングしています。ありがとうございます。手も使ってます。すごい、シェフがサービスしてくださいました。いただきます。学びました。学んだことは、その食べることができるお品と食べることができない飾りを同格でアレンジしてあしらえているということですね。これは食べれないんですけど、なんか素敵ですよね。これも飾りなんですけれども、おしゃれですね。これは上に金箔が飾られています。食べられる金箔です。これは無塩の発酵バターです。お塩が入っていない。そして上に朝日なと書かれています。さて何につけるのでしょうか。こんな感じ、こんな感じですね。これ一皿目の料理でございます。はい、アワビとセップダケを使った料理でございまして、はい、セップダケはマリネしてソテーしました。その上に蒸してスライスしたアワビを重ねてございます、はい、このキノコとアワビの間にはアワビの肝のソースを塗ってございまして、うん、右手がアワビのタルタルになっております。これですか。そうです、はい、細かく刻んで、あ、これですね、はい、バルムっていうスペインの魚醤やクレソンのソースを加えてあります。で野菜のブーケはネギで巻きました。これネギなんですか。これいろんな野菜のブーケなんですが、下の、ね、巻いてるのがネギでございます。わかりました。さらにジャガイモのペーストと焼いたジャガイモにトリュフのソース。わかりました。はい、ありがとうございます。美味しそうですよね。いただきます。いただきます。はい、続きましてお肉の前菜がコウサギでございます。下にスナップエンドウのピューレを敷きまして、その上中央にございますのがコウサギの背中のお肉です。背中のお肉開きまして、中にシャロットトマトのコンフィやジロールタケ、そしてサビのもも肉のミンチ肉を詰めまして、巻いて低温で調理をして冷やしてはい、ありがとうございます。美しいですね。ありがとうございます。もう物語の世界のような。そうですよね、はい、アスパラガスの上もオータムトリュフという、夏から秋にかけて取れるちょっと軽やかな味わいのトリュフでございます。はい、こちらのお料理は本当にカラフル、カラフルです。色が素晴らしく、いろんな色が入っていますね。それからとても味が繊細だと思いました。これはアマダイです。アマダイです。今説明していただいたんですが、取り損ないました。右がパイで包んでいます。下のソースは甲殻類の味がします。全部アマダイです。美しいですね。このお料理は温かいので、ちょっと高いお皿、高さのあるお皿に入って運ばれました。すごい、鴨とお茄子です。茄子の周りはパプリカです。これは全部鴨です。鴨肉をアレンジしたもので、この一番手前の右はナスの皮を剥いで、表面にパプリカをまぶしています。赤い世界です。ビーフコンソメ、はい、ではい、わかりました。ありがとうございます。コーヒー、紅茶、ハーブティー、はい、ホットコーヒーでお願いいたします。ホットコーヒーはレギュラーの他にアメリカン、エスプレッソ、カフェオレやカプチーノです。レギュラーで。レギュラー、はい、承知いたしました。シャインマスカットですね。とっても美味しいです。最高に美味しいですね。ありがとうございます、はい、赤ワインとスパイスと一緒に煮まして、上にはチョコレートを加えましたレース状のビスケットを。こちらはそのコンポートしたイチジクを切ったものです。ああ、そうですか、はい、
シャンティクリームといいまして、まあ、軽いホイップクリーム、さらにはこちらがスペキュロス、まあ、シナモンベースのアイスです。ありがとうございます。はい、イチジクというのは季節ですね。今の10月末の季節です。季節のものをたくさん使っているなという感じがいたします。コーヒーをお持ちいたします。ありがとうございます。お好みでクリームをご使用ください。はい、これはお砂糖ですか。はい、さようでございます。お好みの料理とかしていただいて。わかりました。はい、紫芋のマカロンに、中央がチョコレート味のカヌレ、はい、そしてこんにゃく、フランスのブランデーですが、こちらのガナッシュの入りましたチョコレートです。はい。最高に美味しかったです。大満足です。取っていただいていいですか？あ、すいません。今日の料理はどんなイメージとか。そうですね、あの秋の訪れではないですけどね、はい、これから秋から冬から冬になる、秋冬ですね。そうですね、冬になってから、なんかあのイチジクとか、それからカモとか、タイ、アマダイとか、はい、フォアグラとかもそうですけど、あの季節のものがものすごくいっぱい入ってますね。そうですね、それからものすごく手が込んでますね。ありがとうございます。もうなどれぐらい時間かけられたのかと感心しておりました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん一緒に行きましょうね。ありがとうございました。今日は最高に美味しくて幸せでした。朝比奈先生のお食事いただいて、ものすごく繊細でものすごく美味しくって、ああいうお料理初めてでした。フランス料理って知らない私がどうなのかもしれませんけども、多分朝比奈先生のお料理って他の方とはかなり違うと思いますし、ものすごく美味しかったです。皆様ご一緒に参りましょう。